ようこそ手塚様全開チャンネルの何がしでございます。今回はですね、火の鳥総論として全エピソード一挙解説と火の鳥の読むべき理由を解説していきたいと思います。手塚様の最高傑作とも呼び声高い本作はですね、漫画の神様と呼ばれる作家の代表作だけありまして、漫画を読む方であればもちろん日本人なら一度は手に取ってほしい作品であります。マクロからミクロへのですね、超時空的世界観を描いた手塚治虫の凄さが爆裂した漫画です。おそらくね、漫画史上最も壮大なお話であろう作品を読んでいない日本人のために今回動画をご用意いたしました。ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルでは手塚治虫関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編いってみましょう。ではまず今回の動画の概要を整理しておきましょう。テーマは3つありまして、まず1つはですね、火の鳥をおすすめする理由、そして2つ目は全エピソードの一口解説、そして3番目は火の鳥ってどんな漫画という3項目をですね、解説していこうと思っております。似たような動画はですね、以前にも配信しておりますが、そちらでは読み方であるとかおすすめ順を解説しておりますので、以前の動画も補足としてご覧いただけますとより深みが理解が深まると思いますので、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひご覧になってみてください。さあ、それではまずいきましょう。一つ目はですね、火の鳥をおすすめする理由ですね。これはですね、もうズバリそれはあなたが日本人だからですね。完全に偏った偏見丸出しのコメントでありますけれども、日本人であるならぜひ読むべき漫画だと思います。例えるならですね、世界各国の猛者たちが集まる漫画選手権というのがねありましたら、もう火の鳥は間違いなく日本代表に選ばれますからね。その中でもスタメンでキャプテン候補ですよ。もうこれはね、だったらもう読むしかないですよね。国の威信をかけた一大決戦の最終最後に登場するもう総大将クラスの、漫画であると、よくわからないかもしれませんけども、まあ、そのぐらいの漫画だっていうことですよね。これを読んでいないなんてもう漫画好きであればもうありえないと。漫画としても素晴らしいですし、エンタメとしても素晴らしいですし、そして教養としても素晴らしいと、もう義務教育に突っ込んでほしいぐらいの、まあ、とにかくすごい漫画であります。人類の誕生からですね、滅亡までを描いたバケモンみたいな作品で、もう作品全体を覆う、終末感といいますからね、人間の想像をはるかに超える絶望感というのはもう他を寄せつけない桁違いの凄まじい破壊力を持っております。よくもまあこんな漫画をですね、描けたもんだなと、もううなっちゃうぐらいのね、すごい漫画なんですよ。もう手塚先生ってね、絶対こう、なんていうんですかね、こめかみにね、USB 突っ込んで、もう知識と教養をですね、もうアップデートさせてるんじゃないのっていうぐらいね、もうぶっ飛んでますからね。よくわかんないかもしれませんけど、まあ、あとはですね、本棚にね、並んでたらかっこいいっていうね、もうこの本棚に、並んでてかっこいい漫画ってあるじゃないですか。何だと思いますか？もうこれ火の鳥ですよね。もう僕はね、ぶっちぎりで火の鳥だと思います。しかも映えるというね、ビジネス書の横にしれーっとね、こう火の鳥が並んでても全然違和感ないですから、女の子のねお家に行って、本棚に火の鳥全巻あったらね、これマジで惚れますよね。もう一冊だけでも惚れます。火の鳥の存在感ってもう半端じゃないですからね。まあ、とにかくなんかわけわかんないですけど、おすすめする理由としてですね、日本人として生まれたんであればぜひこの漫画を母国語で読める幸せというのを味わってほしいと思います。もうこれ一択です。ということでですね、前半のねこの偏った脳書きはこれぐらいにして本題いきましょう。はい、それでは2つ目の火の鳥全エピソード一口解説いきましょう。火の鳥とはですね、全12編ありまして、全部読むことで全てがつながっていると認識できる作品でありますが、どこから読んでも楽しめる漫画でもあります。ですので、この解説を聞いてですね、ご自身の面白そうだなと思うエピソードから読んでいただいて結構です。連載順にご紹介していきます。ちなみに、ギリシャ・ローマ編は含んでおりません。それでは行きましょう。まずは黎明編です。こちらは記念すべき火の鳥の第1作目であります。
時代は邪馬台国の日本、手塚版日本書紀であり、永遠の命をめぐる人間たちの業の物語となっております。火の鳥の開幕編ですね。続いては未来編、こちらはですね、舞台は一変して3400年の世界、そしてですね、2作目にして衝撃の火の鳥最終回が描かれた問題作であります。全エピソードの中でも最も人気が高く、気が遠くなるぐらいの時間経過を描いたエピソードはですね、コスモゾーンという独自の概念が飛び出してくる、もう手塚治虫の力技が、ほとばしる傑作でありまして、火の鳥の世界観を語る上でもですね、最も重要なエピソードとなっております。スペクタクルすぎてですね、もう気が狂うのがこの未来編ですね。で続きまして大和編、こちらはですね、舞台は古墳時代です。火の鳥の中でも最もシンプルでギャグタッチでありますが、限りある命をどう使うのか、自分はどう生きるのかというのをね、問いかけてくるメッセージが入っております。誰よりも幸せに生きていくという命の使い方を、気づきを与えてくれるエピソードになっております。続いては宇宙編ですね。舞台は西暦の2577年の作品です。オープニングの導入としてはですね、火の鳥随一ですね、冒頭の10ページほどでですね、胸ぐらをつかまれたようにもうぐいっと物語に引き寄せられますね。サスペンスとミステリー要素もあり、ラストの展開も秀逸であります。 SF ものやサスペンス好きな方であればね、もう絶対に読んで損しない作品です。そして実験的、革新的とも言える小回りはですね、もうこれ一見の価値ありですね。漫画好きを語るんであれば、ぜひともこの小回りだけでも体験しておくことをお勧めしております。そして続いては砲編ですね。こちらは火の鳥の最高傑作、手塚治虫の最高到達点ともいえる日本漫画の金字塔的作品であります。舞台は奈良時代、火の鳥といえばこれと言われるぐらいのね、シンボル的な作品でありまして、この短い作品の中に火の鳥の神髄と手塚治虫のエキスがですね、もう凝縮してパンパンに詰まってます。もうね、火の鳥を知る上でぜひとも押さえておきたいエピソードであります。続きましては復活編ですね。こちら舞台は西暦2482年、 SF 漫画の最高到達点ではないかと思えるぐらい完成度の高い作品であります。人類と AI との在り方、そして恋愛について語られておりまして、その存在と溶け込んでいく一体感がね、解かれる衝撃と感動はですね、もう本当ね、素晴らしい作品になっておりますね。圧倒的な伏線回収劇が盛り込まれているのも特徴であります。はい、続いては羽衣編ですね。こちらは舞台は平安時代です。全エピソードの中でも最も短い短編形式の火の鳥でありまして、定点漫画でもあるんですね。そして唯一全てのエピソードの中から孤立しているという特殊な物語になっております。はい、続いて暴挙編ですね。こちらは世界観という設定ではですね、もう一番衝撃かもしれませんね。人類の種の存続について究極の選択を迫られる倫理観のぶっ飛んだ傑作になっております。まあ、場合によってはですね、鬱になるかもしれない危険性すらはらんでいるね、読み手の感性を揺さぶるエピソードになってます。人類の在り方を問うラストシーンはもう必見です。続いては乱世編ですね。舞台はあの平家物語、平清盛、源義経で有名なあの平家物語を軸にですね、ストーリーが展開していき、火の鳥を求めて永遠の命をめぐる英傑たちの業の物語になってますね。時代の権力者たちが求める理想の先には一体何があるのか、こちらをですね、史実を織り交ぜた長編歴史大作になっております。はい、続いては生命編ですね。舞台は2155年です。人間のクローンをたくさん作ってハンターに殺させるというね、人間狩りをするというもうカオスな世界観を描いた問題作です。驚くほどね、現代的なテーマ性を持っておりまして、マスコミの狂気であったりですね、行き過ぎた資本主義の末路をも感じさせる刺激的なエピソードは、ぜひこの21世紀の今こそ読んでほしい作品になっています。
っております。はい、続いては異業編ですね。こちら舞台は戦国室町時代です。30年後の自分に、殺され続けるというね、もう猛烈な無限ループ地獄という設定です。死んではまた生まれ変わるの繰り返しをですね、こう生きるという過酷さを書き綴った火の鳥。これはですね、ある意味でもこう火の鳥のね神髄が味わえる、作品になっています。手塚版のドストエフスキー罪と罰という作品ですね。そして最後の、なりますが、こう太陽編ですね。宗教戦争というデリケートなテーマを扱った晩年の傑作であります。7世紀と21世紀を交互に描き、正義を振りかざす者同士の戦争であるとか侵略戦争の愚かさを描いたドラマはですね、1300年という時を超えて人類の在り方を問う重厚なドラマになっております。大人が読んでもですね、より深い世界観へはまり込んでしまうというハイブリッドな設定手にですね、まあ、もはや脱帽と、火の鳥屈指のエピソードの一つになっております。はい、というわけでざっと全エピソードの解説をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。面白そうだなと思った興味のあるものからですね、お手に取って、あとはですね、全てがつながっていくという快感を味わってみてほしいと思います。どちらかといえばですね、瞬発力のある漫画じゃないんでね、まあ一部殺傷能力の高いスパスパなやつもあることにはあるんですが、全体を通してですね、見えてくる面白さというのが半端じゃないんで、ぜひ全エピソードに触れてみてほしいと思います。そして一度読まれた方もですね、今一度読んでみてほしいと思います。子どもの頃にですね見るのと大人になってから見るのではその表情が全く違うことに驚かされると思います。これはね、ほんとマジなんですよ。こんなこと書いてたのとね、びっくりすると思います。何度読んでも新しい発見がある、再読に耐えうるというのもですね、火の鳥の持つ大きな魅力の一つであります。きっと読むたびにですね、新しい発見があろうかと思いますので、ぜひこれを機会に再読することをお勧めします。はい、それでは最後の3つ目、火の鳥ってどんな漫画ということなんですが、これはですね、もう死の後の言わず、ただただ心を奪われる瞬間というのをですね、体験してほしいと思います。漫画というフィルターを通してですね、生と死の世界を描く手塚治虫のもうド変態漫画なんですよ。これは漫画の神様、児童漫画家というね、よい子ちゃんの皮をかぶりながら毒をまき散らす変態作家のね、大傑作なんですね。だからね、もう理解できなくてもいいんですよね。もう説明は不要と言いますかね、今は説明的と言いますか、答えのある漫画が多いんでね、多くの読者がこの誤読の余地がない習慣を持ってしまっていると思っております。しかし火の鳥というのはですね、そんなもん持ち合わせていない漫画なんで、もう永遠に満たされない価値観に振り回され続けるという漫画なんですよね。でもそれはですね、火の鳥という作品には、両義性が含まれているからなんですね。この両義性というのはですね、一つの事柄が相反する二つの意味を持っているということなんですけれども、対立する二つの解釈がどちらにも成立しちゃうというね、これぞまさに火の鳥的解釈であると思っております。どちらにも正解も不正解もないと、どこから見てもその考えは成立していて答えは一つではないというね、決してね、難解な作品が、難しい方がね、いい漫画であると言ってるわけではないんですけれども、読みやすさばかりを追求してしまうと、まあ何も考えなくてもね、頭に入ってくるようになっちゃって、まあ思考力であるとか発想力が低下しちゃうというね、それであると本来漫画の持つ面白さというのをね、奪っていると、思います。作者の意図を超えて発想する自由こそ、読者の特権だと思っておりますので、ぜひこのご自身のね、揺れる解釈、揺れる価値観というものをね、火の鳥で味わってほしいと思っております。そして火の鳥の特徴としてはですね、全てで異なる設定、ドラマ性というのが、挙げられます。どれがいいとか悪いとかではなくてですね、完全に好みがあると思います。でもね、それがいいんですよ。
この属性の違うものが混ざり合う危うさを楽しむというのもこの火の鳥の特徴の一つであると思いますね。宇宙すら生き物であるというもうぶっちぎった生命感であったりですね、目を背けたくなるぐらい倫理観がぶっ飛んでいたり、破壊的な描写も多いのも事実ですが、そのどれもが奇妙な世界観の中でつながっていくんですね。どのエピソードから読んでもいいんですけれども、部分的に読んだだけではですね、なかなかこの全体像というのが見えにくくてですね、作品そのものの進化に気づきにくいんですけれども、一気にこう全部読むことでですね、その進化が炸裂するという漫画になっております。なのでその進化を火の鳥の面白さに到達する前に諦めてしまうのはもったいないですよね。漫画ですので、どうしたって好き嫌い向き不向きというのはあると思います。ですけど火の鳥は一辺倒な漫画ではないんで、歴史好きであるなら歴史ものだけ読んでみればいいですし、 SF ものだけでも OK です。そのちょっとしたつながりから火の鳥の世界観が広がっていきますので、まあこれはもう読んで体験していただくしかないんですけれども、生とは何か死とは何かという人類不滅のテーマを漫画家人生の大部分を費やして描いたまさにライフワーク的作品、多くの読者を引きつけてやまない火の鳥の魅力の一端をぜひその目で体験してほしいと思います。参考までにですね、前回動画でリスナーさんが選ぶ火の鳥ベストエピソードランキングというものを配信しております。火の鳥好きの方々からですね、いただいたコメントをもとに集計したランキングになっておりますので、リアルガチなランキングをね、ご覧いただけると思います。個人的には非常に興味深いランキングになっておりとなっていると思いますので、こちらも合わせて参考にしていただけますと、より楽しく作品の世界に没入していけるのではないでしょうか。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。というわけで今回は火の鳥総論といたしまして、全エピソード解説と火の鳥の読むべき理由をお伝えいたしました。動画概要欄にですね、全エピソードの解説動画のリンク貼っておきますので、そちらも合わせてご覧になってみてください。巨匠手塚治虫の突き抜けた変態性をぜひ楽しんでほしいと思います。このチャンネルでは手塚治虫関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。ではまた次回次の動画でお会いしましょう。